ネズミ狩りのコツを知ってるか？へえ、やめてよプリンちゃん、こんなとこでネズミの話なんて。どうせなら色っぽい話がいい。おはよう、朝までぐっすり。ってことは何にも？ああ、昨日からチラチラ見てたよね、私のこと。あって、言いたいこと言わないでおどおどして人の顔色ばっか伺ってて、どっかの弱虫女みたい。ちょっと申しまーし、みなさん、なんで私たちこの扱いなの？自由にしてくれるって約束じゃなかった？その前にこの戦争の経緯を教えていただけませんか？私も相手の状況を把握したいのです。ネズミ野郎の止め方ね。借り方だ。奴のような獣を生み出す奴は万死に。ネズミ狩りだ。そうよ、さすがプリンちゃん、もほっといい男。それなら分けてくれるかい？違う、昔聞いたのよプリンちゃんにネズミ狩りのコツ。オーガの俺をたかだか人間が呼びつけるとはな。よいしょ。はーい、みんなしっかり働けば、あのくっさい監獄ともおさらばよ。そうじゃなければ逆戻り。ちゃんとワクワクしてる。育成がかかっているんだぞ。おい、我々に何か聞きたそうにしていたのでね、親しいのだろ。他人のことを考えてるんじゃなくて自分のことが苦手なだけでしょ、あのネクラ姫は。さすがプリンちゃん。